っちこっち、モニターの方。お前に話しかけてる。タイムテレビ的なやつじゃないですか。過去ってこと？全然わかんない。未来がわかるんです。行ってきます。パラドックス起きちゃうから。起きてもいいですよ。どうもこんばんは、ヨーロッパ企画の生配信、下郷太です。上田誠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。さあ本日はですね、映画犬王を見届けようぜ、湯浅正明監督と声で出演した者たちの集いということでございます。この後ゲストにですね、上田さん、はい、映画犬王の湯浅正明監督が来てくださいます。まあ、声で出演したヨーロッパ企画のメンバーもね、来てもらってるんですけれども、すごいですよね、犬王ね。ねえ、ちょっとね、まずちょっとホームページの方見ていただきましょうか。はい、はい、映画犬王、ちょっと皆さん絶対見た方がいいですよ、これ。まあ本当に言っときますけど。そうだね。絶対ですよ。5月28日全国ロードショー控えております。うん、平家物語、犬王の巻、そんなのあるのってね、知らなかったです、私。そうですね、もうほんと勉強不足で。はい、犬王の巻を原作としたミュージカルアニメーション映画でございます。能楽師犬王、そして琵琶法師友名という2人の天才が出会いまして、タッグを組むという、そういった物語。舞台は室町時代の京都なんですよね。うん、これが我々ヨーロッパ企画が京都の劇団だったということでね。いや本当にそうです。本当に関わることができました。ありがとうございます、本当に。さあ、この映画犬王にヨーロッパ企画メンバーが声で出演しております。そのメンバーに、登場していただきましょう。どうぞ。どうも、坂井義文です。光明天皇と公家などをやらせていただきました。よろしくお願いします。土佐和成です。犬を役やったかな。いや違うね、違うね、違うかった。忘れたのやったら絶対違うし。違う、違うな。やられたそれ、さっきやった公家役でした。公家役ですね。残念。残念ってことはないよ。残念じゃないけど。素晴らしい。中川春樹です。はい、僕は石田が足利の従者をやって、死者ですね。はい。これの、石田のその従者の、死者の従者をやりました。はい、あと、まあ、いろいろやりました。はい。本田力です。犬をと花見をする公家役。はい、いや、もうやってるんです、先に。え、土佐さんがもうそれやったんで。よかった、挨拶先で。はい、本田さん。ありがとうございます。公家役ですね。公家という。いいマロっぷりでしたよ、本田さん。そして、はい、私、石田はですね、先ほど中川さんもおっしゃったようにですね、足利の使者。まあ、最重要人物かな。もうそういうのやった。を演じさせていただきました。さあ、ね、今ちょっとこう、話の流れでもね、ちょっとこう、あれ ?5 月28日なのに、ね、みんからロードショーなのに、なんでみんなちょっとそんな感じなのみたいなね、思ってるかもしれない。一足お先に死者などで見させていただきました。はい。上田さんもね、もちろん。見ました、ね。はい。見させてもらいました。まあ、見たらこの熱量になってしまいますね、どうしても。見終わった後、ちょっと興奮してしまいましたよ、私。すごい、すごい。すごいですよ。うん、どうですか、酒井さん。はい。どうですか。いや、絶対に映画館で見た方がいいことだけは間違いないと思います。ああ、なるほど。他の DVD になったブルーレイになったりするかもしれないけども、はい、それで見たらもう終わりだと。いや終わりはしないですけど。じゃなくて映画館に見に行ってほしいから。失礼しました。はい、フェスみたいですよね。フェスに行くような、なんかすごい映画を見たとはまた違う体験といいますか、が待ってますよ、映画館の犬王には。まあ興奮しましたね。本田さんいかがでしたか。
いや、エアポッツで聞いてもむちゃくちゃ面白かった。本田さん、ちょっと死者に、ちょっと、そっか。臨場感ありました。そっか、そうですよね。ちょっとこう、いろいろ。映画館の方がいい。まあ、もちろんね、公開したら、ね、映画館に足を運ぶんでしょうけれども。はい。長谷さん、いかがでしたか？いや、絶対に映画館で見た方がいいっていうのは、なんでかっていうと、やっぱ、そのフェスというか、ライブシーンっていうのね、やっぱあって、ああいうのをやっぱ家の音声じゃなくて、その iPod とかそんなんじゃなくて、爆音でこうやってやっぱ聞いた方がいいよなって僕は思いますね。でも、ちょっと、はい、ノイズキャンセルしてたんで、むっちゃ。いや、まあそこはいいですよ。ほんでさ、全然。負けたくないよね。負けたくない。そこで戦ってどうするの、若干大丈夫ですか、今、長谷さん、ネタバレみたいな感じ、なんか。あれ長谷さん、長谷さん、長谷さん、ライブシーンとかちょっと言っちゃって、ネタバレ。いや、フェスって言ってるから、土佐さんいかがですか？そっかそっか。いや、もう、土佐デミー賞、おグランプリですね。今年の。今年度の。それは。すごいな。昨年何がね、岩佐監督受賞されてますけど。受賞。じゃあ、この後、岩瀬監督来られるんで、ぜひ。いや、もう、トスカー像を。トスカー像。いや、ふざけてないで、ちゃんと。ちゃんと、ちゃんと映画の感想教えてほしいんですけど。いや、石田くんがすげえ熱量で始めたからさ。ああ、そっか。そのバランス。視界がこれね。そうね。そうそう。あんまりね。そうそう。ちょっとこう。僕も歌おうとして、あ、何かに権利に引っかかるかもしれないと思ってやめましたから。そうですね。ではでは、我々だけで話しててもあれなので、お呼びしましょう。犬王を生んだ監督ですね。はい。犬王の監督、湯浅正明監督、どうぞです。はい、今日はどうもありがとうございます。もうサクッと。どうもありがとうございました。まずは、どうもありがとうございます。ありがとうございます、生配信に。どうも、ありがとうございます。うわぁ、岩瀬監督、ね、我々の番組、暗い旅にも、こう、来ていただいて、ちょっと僕はね、お話できなかったんですけども、お会いできなかったんですけれども、いろいろとやっていただいたり。もう本当、いろいろロケもしていただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、見させていただいて、本当素晴らしかったんですけど、まあ、まずはつながりですよね、上田さん。はい。岩佐監督と、こう、我々ヨーロッパ企画とはですね、もともと、まず最初はテレビアニメ、四畳半神話体系ですか、上田さん。そうですね。はい。今日もね、放送が、再放送ありますけど、ね。あ、そうですね。そうなんですよ。はい。上田さんが脚本、そして本田くん。声の出演もね、それでしてますよね。はい、うちのメンバーからは諏訪さんも出演してまして、また映画夜は短し歩け乙女でも上田さんが脚本、はい、そして本田さんも出演というふうになって、ちょうど今日東京で夜は短しの上映があって、はい、多分さっきご覧になっていただいた感じですね。あ、そうなんですね。そうなんですね。それで帰る方はまたこの配信がありますよみたいなことを。あ、そうなんですね。いいなって思いますね。じゃあ監督は今それのなんかこう合間といいますか、控え室で今こうやって生配信出演していただいてるということですよね。ありがたいことに。お忙しい中ありがとうございます。はい、本当ありがとうございます。いやいや。そして今回この映画犬王で、我々このメンバーが読んでいただいたと。はいいうことでございます。まずもう率直にこれ聞いていいですか？なぜ我々ヨーロッパ企画お声掛けいただいたんでしょうか？やっぱりこうなんですかね、あのアフレコの時の楽しい感じをもう一回味わいたいっていうか、おお、やっぱ少しそうですね、ちょっと飛び道具みたいな意識もありますね。なんか皆さんにやっていただくとなんかちょっと想像つかない感じにいい感じになるなっていう、こう、手応えがあって、これどういうふうに演じるのかなっていうのは、ちょっと、もう力やっていただくというか、はい。
そういう感じでやっていただくという感じでお願いしています。まあ京都というのもありますけど、はい、あるのかもしれないですけど、特にあの普通に標準語ですしね、なんか、うん、あそうですね、劇は、はい、演技力がやっぱり欲しいという感じですかね。いやこれは光栄ですね、嬉しいですね。やっぱり声優さんと少し違うんですか、なんか。そうですね、声優さんとは違いますね。やっぱあの俳優さん枠で呼んでる感じで、俳優さんの中でもまたちょっと、なんすかね、個性的というか、技師というか、いろんなことをやってくるなっていう感じがすごく楽しくて、いつも。はい、作品がちょっと幅が広くなるというか、彩りがつくような感じでしたね。で、まあ、本当、録音の現場も楽しいんですよ。結構あの、笑いが絶えないというか、いい意味で。あ、そんな感じなんですね、我々。本当に撮られても声が聞こえないんですよね。そうですね、なんかこう。結構こう口から来るのかっていう。それも、なんですかね、あの流れを外さずに、程度もそんなに外さずに、なんかちょっと、はい、持っても見ない方向から来たりするっていうのが、やっぱそうするとやっぱりちょっと面白くなっちゃう、楽しくなっちゃいますね。なんかいろんなこうね、声の出し方なんかを試したりなんかして、うんうん、収録というかそういうのアフレコをやったというような感じでしたよね。本田さんはなんか湯浅監督の表情を見たりとかしてたんでしょ。ちょっと見てたんですけど、でも今の話聞いてから収録したかったですね。なんか、何でもらってるんやろうっていう、なんかちょっと不安の中、ファファしながらね。確かに、できてるのかなと思いながら。ブースの中で笑い顔だけ見えると、ちょっと多分心配になるんだと思いますね、多分。そうですね。そうですね。ドキドキしながらやってたっていうような感じはありました。ではですね。あ、はい、一緒に撮ってたの？ね、あ、はい。何人かずつ撮ってた。うん、あ、同じシーンに出てる人は一緒に撮ってたんですよね。石田君と中川さんは死者に一緒で、うん、酒井と戸田さんと僕は公家のやつは3人一緒で。ああ、そういう感じです、はい、それ以外のなんか犬をーっつって声かけるやつとかはみんな一緒にやったかな。そうですね。モブっぽいやつ、うん、はい、やらせてもらいましたね。僕はちょっと少しあの遅れていったというか、まああのね、スケジュールの順番で後だったんですけど、僕が行った時にはもう酒井さんがもう収録始めてて、もうその時も酒井さんが本当にもう声優顔でやってたんで、さももう、うん、俺声優ですよみたいな顔でやってて。声優顔ってなんすか？声優顔されてたんですよ、もう酒井さんが。僕が意識はなかったですけど、それ見て、あ、俺もちょっとこれまでなんぼでもやってきたぞっていう顔しなきゃなと思いながら、いや、やってない。ドキドキを隠してやったっていうのを、やっぱアニメ好きなんで、その声をやらせてもらうっていうのが、もうアニメの声をやってさせてもらうっていうのがもう大興奮ではありました。そうだったんですね、はい、うん、ではではちょっとまず映画犬王の予告編がございますので、そちらをご覧いただきましょうか。こちらあの生配信上でちょっと流しますので、少し映像が乱れるかもしれませんが、YouTube でね、予告編も単独でこう配信されてますので、ちゃんと見たいという方はまた改めてそちらを見ていただいて、はい、という感じで、1分の予告編になります。ご覧ください、どうぞ。映画映ってるかな。では早速待ってみせろ。今こそ名乗れ。我が名は犬王。俺が聞いてやる。お前たちの物語は。まだだ、まだ足りぬ。自分たちがこの世にいたことを誰かが知るだけでいいんだ。それで報われる。俺たちはここにいるぞって。我らは今ここにあり。
我々の物語を消させはせぬ。ここから始まるんだ俺たちは。犬王。すごいですね。もう鳥肌立ちますね、本当に。いやーすごいです。神様で、はい、それと庶民の話なんですけど、皆さんにやっていただいたのはそれと対するこう侍とか、はい、上の人たちっていう感じで、割とそうですね、どうなんか難しい役だろうかちょっと分かんないですけど。確かにね、そうですよね、こう、庶民にこうバーって盛り上がる、ね、あの2人の話ですけどね。まあ、後にこうちょっとあのモブの声とかもちょっとやっていただいたりとか。はい。いやー、本当にすごいんですけど、ここからはですね、ちょっとこう、あまりネタバレにならないようにですね、メンバー、我々メンバーがですね、いろいろ湯浅監督に質問をして、それにお答えいただく形で、うん、なんかいろいろね、魅力をお伝えできればなと思うんですけれども、どうでしょう、どうでしょう、どうしましょう。あまりね、だってアニメのってね、実は演劇と遠いですからね、普段あまりね。どんな感じなんですか、やられてて、どんな感じでやられてるんですかね。あ、そうそう。あ、じゃあどうですか、土佐さんどうでしたか。声を当てるときは、まだ、なんていうんですか、あの絵はなんていうんですか、多分出来上がってないときですかね。まだ色がついてない、はい、鉛筆で描いたような線がそのまま撮影されている、まあ、ものによってはあんまり動いてない、うん、止まってて、なんかちょっと、人に、まあそうね、絵描きでないとわからないような状態の絵が。うん、そうなんです。でそれに声を当ててたんで、出来上がってから、あ、こんなシーンやったんやっていう風景もよく分かんないし、背景もないし、うん、キャラクターの顔もよく分かんない感じのものが多いですよね。そうですね。なんかさっきね、あのおっしゃっていただいてましたけど、な、結構、あ、そこもうネタバレ、そうやな、苦しいな逆に、絵ができてないんで、うん、やっていただいた感じに合わせて、ちょっとまた絵を合わせていく。うん、あ、そうなんですね。なんか、声取ってからっていうことですよね。声取ってから絵を後で。そうですね。出来上がる絵の方が遅いんで、絵ができてたらできたって絵に合わせなきゃいけないんですけど、まだできてないのが都合よく、逆にやっていただいた感じが思ったよりとちょっと違う感じでいい感じになったら、あ、じゃあこっちに合わせて、あ、はあ、うまくいけばいいんだっていうふうにやってます。だからなんか撮ってる時にすごい不安だったんですよ。だからなんか、あ、これで合ってんのかなって、僕と石田のシーンとか、はい、どうですか、ね、なんか完成して映画あったらむちゃくちゃかっこよく渋い感じに、うん、なってちょっと感動しましたね。なんかやっぱ不安なんですね、やっぱどうなってるか分からない、まあ、こっちは本当見てて、あ、いい感じだって、問題ないなと思ってから OKOK って感じなんですけど、やれてる側はこれが OK なのかみたいな感じで、一応こちらしたらこういう絵ができるっていうイメージの中でこういう声が流れてるっていう感じで OK って言ってる感じなんですけど、多分そうですね、絵がないんでね。そうなんですよね。こっち側にあんまりちょっとイメージ、こっち側のイメージが乏しかったんで、ちょっと、ね、確かに。でも映画バッチリ出来上がってたら、それに口合わせようとして全然うまくいかなかったかもわかんないんで、なんか慣れてない我々としてはなんかありがたかったかもですよね。あ、そうですね。そのいい感じになってますけど、でも業界もそうなんですよ。みんな、できてない絵に声入れるの慣れてるんで、声優さんは。ああ、そうなんですね。絵ができてると、こう、喋る人の名前も出てこないし、誰が喋ってたの、遠くの人がちょっと口が動いてるだけとか、みんなタイミングも分かんなかったりして、はい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 、はい。一般的なやり方にはなってますね。あ、そうなんですね。だから、それがあんまり経験したことなかったんで。もし絵があんな完全にできてて、あのシーンの声やってって言われたら、めちゃくちゃ緊張してたかもしれないですね。確かに。ああ、そうですね、うん、あ。そういう意味じゃ僕も、中川さんと二人のずっとこうやりとりだったんですけど、もうあまり途中からは気にせず、中川さんと二人でこうやりとりするっていう感じでやらせていただきましたね。うん、はい。よかったですね。なんか、あまりこう、
コロナのせいでこう一緒に生産声をやるっていうのがなかなかなかったので、皆さんご一緒でそのシーン、まあ、登場人物が少ないのもありましたけど、はい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 、ね、あの子供はいなかったですけど、お二人はなんかそのやり取りで相手の呼吸見ながらやれる感じだったので、いや本当にやられてよかったですね。ありがたかったですね。それメインのお二人の歌とかもそんな感じなんですか？後でこう何でしょう、歌に合わせて絵を作っていくようなこともあるんですか？絵というか口とか。そうね、ミュージカルシーンは本当変な作り方をしていて、先にライブビデオみたいなものをあの線画で作って、それに合わせて作曲 してもらったのに、おまたそこにあのアブちゃんとか森山さんが歌で、ふわりっていうんですかね、なんか一音の中にどういうセリフをいくとか、で詞も仮のものを入れてただけで、そこにアブちゃんが詩を乗っけて、室町時代を意識したアブちゃんテイストの、 あの歌詞で、でもうどんどん歌の録音の時はもうどんどんそう、ね、レコーディング、ライブ版のレコーディングをでっち上げるみたいな感じでいろいろ雰囲気作りながらやっていきました。まあそこでやっぱり取れたものはそれに合わせてまたあの口パクも合わせるし、なんかあのここ声がバーンと伸びたらそこは伸ばしちゃいましょうという感じでやってます、ね。レコーディングみたいな感じなんですね。もうだからレコーディング。そうですね。多分絵を合わせるのは大変だとは思うんですけど、雰囲気的にやっぱり声もある程度自由にやれて、絵もそのテンションに合わせて作画できるんで、なんとなくあのテンションに合った絵ができるんで、はいはいはい、出来上がりは悪くないですけどね。いいですけどね。素晴らしい。え、これ聞いていいのかしら、あの言える範囲でっていう感じだと思うんですけど、演奏ってこう誰がどういう風に撮られたんですか？大友さんが作曲、はい、で、それもやっぱりレコーディングして、はい、まあ、試行錯誤ありつつ、基本の仮音を作ってレコーディングして、またさらにコーラス入れたりとか、はい、ここ絵ができるとまたそこにやっぱ大友さんも、あ、ここもうちょっとギアの音がいるなとか、はいはいはい、音楽の方でも足されたりして、なんかお互いがこうちょっとやり合ってできてる感じになる。ほう、あ、じゃあ演奏される方はその都度こう大友さんがこうお願いして。そうですね。はあ、多分画面に合わせて演奏してるような感じだとは思いますね。いやー、そうなんですね。あと今に近い感じなのかなと思う。最初ミュージカルってんで曲ができてからそれに合わせて映画作るっていうのがうまくいかなくて、はい、そういうふうな感じにしたんですけど、でも結局やっぱり一曲の中でいろんな展開がもう決まってたので、やっぱ劇版に近い歌だったのかなって後から思いますね。なんで多分歌作りが結構大変になったんだなって思います。なるほど。いや本当に琵琶のこの指の動きから、この弦の弾く感じからの臨場感がすごかったんで。また後藤さんも上手くて、後藤さんって琵琶をやられてる。はいはいはい。まあ本当いろんなやり方があるんですけど、歴史も考えていただいて、室町時代はこうだったのかなとか、で現代はこうだし、で弾かれてる、はい、薩摩琵琶って琵琶の種類もたくさんあって、で今やるならこの状態で弾くならこういう弾き方なのかなって、こういうテンションなのかな、でも短くしてくださいって言えばちょっとざっと、はい、で、だから、まあ、古典芸能の方本当即興がすごいなと思いましたけどね。言うと合わせて、まあ、後藤さんが特別なのかもしれないけど、すぐパッとやって合わせてくれる感じがありましたね。まあ、大友さんも、なんかちょっと、そうね、ダビング、録音の時に、あ、すいません、ちょっと盛り上がりここじゃなかったです、もうちょっと前です、みたいなこと言ったら、そこで、作曲ちょっと譜面直しますって、作曲し直して、演奏して、はい、ポイント言ってもらうみたいなことも、多分大変なんでしょうけど、なんかそういうやり取りをやっていただきながら、こう。はぁ、ね、細かくなんかいろいろと調整しながらされてたんですね。あとどうですか、ちょっとまた質問、はい、本田さん。前なんか取材みんなでやらせてもらった時に言ってた、はいはい、ま、烏丸今出川の、はい、もう西向きに向いてるっていうの、なんか、はいはいはい、
あれも答え出たんだっけ？いやいや、あの場所をどうしてなんで選ばれたか、ね、そうだ、京都新聞にもすごく聞かれたんですけど、なんか、はい、あやっぱり京都の人はね、いや、なんか意味があるんですよねみたいな、なんか面白かったので、それ間違ったこと言うと怖いなと思って、まあ、基本的にはなんか御所があそこにあったっていうところで、はい、友名はやっぱ足利に恨みを持って足利に文句を言いたいのでずっとそこにいたっていうふうな設定なんですけど、なるほど、なるほど、北側にってことですね、あの天皇に近い御所に対して立っている、友名が立っている方向っていうことなんですね。ちょっとこれ少しネタバレになるの、まあ大丈夫か、これぐらいはね、あるシーンでね、そういうあるシーンというか最初本当にねこう映るシーンがあるんですけれども、あのなんか初めとか最後に映ってる現代のあの道路、あれって実写なんですか、うん、あれアニメなんですか、あ、きっと 3D ですね。ああ、3D 実写って話も最初あったんですけど、はい、まあアニメやってて、で、あのスタジオの 3D のスタッフが手が空いてるって話で、どっかやるとこないですかみたいな、やってますね。あの横編で使われてくれる、こうグローンと中入ってって、後の、 あの金閣寺みたいなところをグーッと入っていくところも、はい、最初は 3D じゃなくて、じゃなかったんですけど、手が空いてるってんで 3D にやってもらってます。いや、なるほど。あ、すいません監督、じゃあこうチャット、今チャット上でも質問がありまして、林浩二さんからですね、監督はなぜこの題材を、犬王という題材を選んだんでしょうかという質問なんですけれども。そうですね、結構自分のモチベーションっていうか作品作る気持ちって結構後からなんですけど、はい、企画って意外と外から来てそれを受けるか受けないかみたいなところで、はい、マインドゲームとか四畳半で付き合いのあるアセミックエスのプロデューサーの方から、はい、なんか、まあ、いろいろ企画もらったんですけど、これどうですかって言われて、はい、まあ、最初はこう、なんか、オカルティックな時代劇で、なんかポップスター、時代に似合わないような、今にポップスターと思えるみたいなスターを当時の人を描くっていうのは面白いなと思って、引き受けたんですけど、そのうちビワとかのっていうのが、なんか過去の人の話を拾う。ことが多く、平家物語もなんかない、まあ、負けた方の人をちゃんと拾って残したいって、まあ、平家物語ってのは残ったわけだけど、それを伝えた人たちの話は残っていなくて、でそれを現代語訳を書かれた古川さんがその琵琶法師と能楽師の話を書かれて、またそれを、まあ、アニメーションにして、なんか多くの人になんか見ていただくとは、なんかすごく意義があるなって感じにも思いましたし、犬王ってのがなんですかね、すごい逆境の中でやってるのにめちゃくちゃ明るいじゃないですか、はい、なんか全部やりたいやりたいって言ってこうのし上がっていく、それに友名も引きずられていく、で本当その単純明快なこう創作意欲みたいなものがベテランたちは失っていて、みんな欲しがってる、それをなんかそういうものが欲しい、まあ、結果的にそういう図式になってるなっていう。ああ、なるほど。だけどやっぱり、ああ、自分もそうありたいなってなんかもうどんな厳しい状況でもなんかすぐ仕事を始めた頃のただ作りたい、今は作りたいって気持ちをなんか忘れたくないなっていう気持ちがやっぱすごく作っている中で動機になりましたね、なんか。おー、うん、自分もそうだし、なんか、なるほど、自分みたいに荒れたらいいなっていう。いや、でも、犬王があまりにも切な的すぎるんで、ちょっと。岩瀬監督にはこれからもどんどん作品は作っていただきたいですけど。これ作るのって、うん、あ、まあまあ、相当エネルギッシュな作品だから、これ、体力がすごいいるとかあるんですか、やっぱりこう。いや、まあ結構、そうですね、ロートルなんでそんなに、まあいつもと同じなんですけど、よくやるべきことをできるだけやってるっていうのは変わらないですね。なんか、でも、
考えることが昔が多くなりましたね。なんか、うん、今日も上映されたマリノゲームとかやってた頃は、なんかプロデューサーがお客さんに何を持ってもら帰ってもらうかとか言ってましたけど、作る動機とか、若い時は全然そんなこと考えてなかったですけど、今はなんかそういうことを考えるようになったし、なんかワンシーンでも、なんかあの、どういうものを着てるんだろうか、この人は前後どういう感じでここにいるんだろうか、服の着方はどういうな感じで、所作はどうするのが正しいのかとか、なんか、その着てるものは何でできてるんだって、紐で寄ってるのか、紐で、寄ってるものならやっぱ、あの、はみ出してるものがあった方がいいし、やっぱちゃんと後ろ反ってない人は毛がボーボー生えてた方がいいし、なんか質感とか何でできてるかって、何で画面ができてるかっていうのはすごく若い時に考えるようになりましたね。まあ、今回本当、モブシーンとかたくさんものが出てくる時に、全部やっぱり設定したい感じがして、はい、やっぱり、時代来て大変だなっていうのが。それは大変そうですね。細部に至るまでじゃあ。ああ、なるほど。舞台装置とかのギミックがすごい細かく、なんだったらあのスタッフさんだけのシーンとかたまにあるじゃないですか。うん、あそこがもうあの細かさがすごいなと思って見てたんですけど。割と基礎展開な話なんで、でもこう、やれると思ってるんで、どうやってやってるかっていうのはチラッとでもこう見せた方がいいなっていうふうに思っていて、とてもそうですね、やってることは結構大変なんだけど、当時でもできたんですよみたいな感じの、みたいな、まあちょっと歴史の時代考証とかやっていくと、残ってるもんだけでやっていくとどんどん狭くなってるのが気になるので、はいはいはい、もっとみんないろんなことやってたはずだっていう、そこからできる限り拡大解釈して、はい、でも説得力をちょっとつけてやっていこうみたいな感じでやってます。いや、なるほど。ちょっとそういったところがぶっ飛んだ感じになってて、それが素晴らしかったなというふうに思うんですけど、ちょっとここで、ヨーロッパ曲メンガーが登場してるシーン、はい、これをちょっとこう見ていただきましょうか。え、いいの？はい、ちょい見せ、どうぞ。知らんのか。ひどい器量らしい。バカを言え、あれは客寄せのヨタだろう。どうおわ、うん、ね、やってましたね。名シーン。いや、笑っちゃったけどね、僕、聞いてて。笑いながらも、なんか、多分庶民が気になる、もう気になってることをこう、ざわざわっと喋っていて。犬もここでちょっと大事なこと言ってるんですよね。なんかテーマに関わるようなことを言ってて、すごく大事なシーンをなんかちょっと面白い、おかしげに演じていただいた。でも、なんすかね、わざとらしいコミカルさじゃなくて、ちゃんと自然な感じになったのが良かったですね。いや、かなり気になってますよね、あの、庶民の文化が。あいつらは。そうですね、割と逆に、そうね、あの、下世話というか、なんかそういう、あの、裏の話をなんか知りたがるというか、うん、いう人たちですね。多分、自分たちなら知ってもいいだろうみたいな感じで。うん、いや、コミカルな感じもありつつ、でも自然な。うんうん、でも、笑った声が。あ、いや、どうぞ。まあ、あいつは庶民の気持ち、ちょっとあんま分からんかったからさ。はいはいはい。うん、聞きたかったよ。いつもあれなかなかね、しもじものものの声がね、なかなかああいう笑いってできないですよ。なんかそれが自然に聞こえるようにできちゃうところがやっぱりあのゆるいやり取りをしてるなっていうふうに僕も聞いてて思いました。本当にここだけじゃない。いや本当にあのね、このゆるい感じの全編通してちょっと緊迫感があるもんね、ずっとね。あるよ、ポップコーン食べれると思うもんね、うん、ポップコーンチャンスね。トイレ行くならここかもしれない。いや、トイレ行かないです。トイレは。トイレ行かない。欲しいけど。はい。というようなところ、こっちはもうお見逃しなくですね、ヨーロッパ企画のメンバーが出てる感じ。まあ、また、明日中川の
シーンもあったりしますんで。あれもあるよね。歌ったりもしてるもんね、僕ら。あ、そうなんですよね。実はね。そうなんだ。あの歌う場面、うんうん。歌う場面で合唱というか、やったよね。すげえ。してありました。大変だったよね、あれはね。観客側のね。そうなんですね。あの、みんなでこう観客が歌う場面ですよね。そうそうそう。で、歌ってレスポンスするシーンなんですよね。はいはいはい。あ、大変。それ大変ですよね。あれ、難しいですもんね。いや、でも、なんか、本当に、下手くそでいいって言われたんで。そうそうそう。最初、うまくやろうとしてできんかったっ。それさえもうまくできちゃいましたね。やっぱり、下手な人もいっぱいいたから、やっぱ、ね、お前は。文字もはね。ぜひ、当時。当時ね。そうそう。いろんな人がね、いました。庶民たちは。うん、あの歌とってる時間が一番長かった記憶なんですけど。ああ、そうですね。これこの多分歌も結構歌のシーンが長くて、なんか自分が見た感じだともう後半全部歌だなっていう印象がありますね。本当にそうでした。実際は聞いて3分の1ぐらいなのかわかるんですけど。まあ、後半本当ライブなんで、なんとなく先ほど言われたようになんかライブ見るような感じで。うんでも大事なのはミュージカルなんで歌詞聞いた方がやってることが分かると思うんですよね。確かに。あとまあその動きですよね。犬王、まともなの演奏の動きもそうですけど、まあ犬王のやっぱ体の動き、体の形や動き、これは注目ですね。ちょっとこれどうやって考えたんですか、監督。そうですね、いろんなものをイメージしながら、はい、なんか古今東西のダンス、まあ、自分の中に記憶にあるものとか、いろんなものを見た断片をつなぎ合わせたような感じで、イメージしたものを絵を描く人に伝えて、はい、あの描いてもらうみたいな感じでしたね。これだけ踊ってるアニメってなかなかないんじゃないかな。いや、そうですね、うん、いろんな種類のダンスが出てきますよね。そうですね、本当、うん、室町時代に意外とこういうのを踊ってたんじゃないかっていうのもあって、なんかすごく歴史が古くから、サタデーナイトフィーバーみたいなのもあるし、なんか雨に歌えばみたいなのもあるし、はい、なんかね、最近の、なんていうのかな、足で踊るようなダンスもあったりとか、はいはい、なんですかね、とか、マイケル・ジャクソンみたいなのもあるし、はいはい、とにかく、いろんな動きですね。どうか体操みたいなのもあるし、うん、バレエみたいなのもあるし、ジャンプするときはカルリスみたいな幅跳びみたいな形になったりとか、まあ、自分がスポーツとかダンスとか見て綺麗だとか、なんか面白いなっていうようなものをこうイメージして縮み回っている感じですね。うん、まあでもそれをまとめて絵の描く人たちがまた考えてくれて、やり手で描いていく感じです。いや、そうだったんですね。いや、とにかくもう、その、伊能の動きがすごいんで、思わずちょっとこう、笑ってしまうぐらい、ちょっとこう、すごい動きをするな、みたいなことは思いましたね。本当に。の中にやっぱりその動きの、あの動きが綺麗だとか、ストックがあるんですね。そうですね。多分、この音楽になったら、こういうふうに踊るんじゃないかな、みたいな。その時、なるほど。それが、なんかそれが近いのかな、とか。はい。あの人のあの感じとか、あそこの感じとかをなんとなく伝えて、それをこう音楽に合わせて、作家の人が書いてくれる。うまくいけばそれでもいっちゃうみたいな感じ。いやー、すごいです、本当に。ありがとうございます。まあ、というわけでですね、岩佐監督、先日、暗い旅にもご出演いただきまして、はい、その時にですね、ありがとうございました、本当に。お手を煩わせました、本当に。はい、ありがたいです。岩佐監督に、暗い旅のキャラクターである旅くんをね、こう動かしてもらう旅というのを、こうやりまして、旅くんの短いアニメーションを作っていただいて、ちょっとこう動かしてもらったりなんかしたんですよね。はい、まあ、動かすといえばもう本当、岩佐監督だなと思ったんで。いえ、ありがとうございます。ぜひ動かしていただこうと思います。よくぞあんな雑なお願いを叶えてくださったといいますか。いやいや、はい、安受けいや一緒ですけどね、書き始めたら結構難しいなと思って。絵が、そうですね。結構、そう、もっとたくさん書くつもりだったんですけど、なんか、
すみません、ちょっとあんな形になりました。いえいえ、まあ、でもその後なんか愛嬌とかもいろいろ書かれてるのがあるんで、はい、ちょっともういい気になりすぎたなっていうのいえ、とんでもないです。こちらですね、岩佐監督に出ていただいた暗い旅なんですけれども、放送地域以外の皆様にもご覧いただきたいと思いまして、 YouTube の方で暗い旅フルを公開することになりました。あさって21日土曜日22時からですね、見ていただけますので、どうぞヨーロッパ企画のチャンネルでですね、久しぶりの暗い旅フルですね、見ていただければと思います。はい、何なんですか。あ、暗い旅をフルで見れるっていう、そのままテレビで、はい、テレビで放送やってたやつをそのまま YouTube で乗っけちゃうっていうやつです。それは見ないですね。はい、はい、ぜひ見ていただければと思います。さあ、というわけで、ちょっと大幅に時間もね、オーバーしてしまったんですけれども、そろそろお時間なんです。ね、もうみんな大丈夫ですか？言い残すことないですか？なんか聞きたかったことないですか？もう。いや、まだまだ喋りたいけど。うん、またじゃあ。聞けてないけど。チャンスあったと思いますけども。じゃあ、ちょっと。最後にですね、岩佐監督に今一度こう映画犬王についてこう今ご覧いただいている皆さんにですね、メッセージをお願いいたします。まあ、まあ、時代劇ってことでちょっと難しく感じる方もいるかもわからないですけど、本当2人の若者が自分の力を信じてなんか伸び上げ、出世していく、本当シンプルな面白い映画だと思うので、ぜひ2人の活躍を見てほしいと思ってます。ヨーロッパ企画の皆さんも参加してすごく盛り上がっている映画になると思ってると思います。ぜひ大きい、そうね、大画面で大きい音で聞いてもらえるのが一番いいかなというふうに思っています。できたら映画館に来て、見ていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、犬王が嬉しいでしょうね、今。犬王って実際にいるんですよね。いたんですよね。僕、ごめんなさい、本当知らなかったんですけど、犬王という人がいたということを。そうですね、いや、あんまり。犬王やったら嬉しいで、今。犬王嬉しいと思うよ、そら。だって、あんまりこう、知られてないもん、犬王。そうですね。ねえ、変な名前つけられてたわけでしょ、犬王って。そうね、王様って。でもまた能とか琵琶っていうのがそういうことですよね。やっぱそういう拾われてない話を拾って、はいはいはい、その後の人に聞いてもらうっていうのは進行するってことですね。そうね、そういうことですね。犬王とかね、他の人たちも、はい、他の人が喜んでくれればいいなっていうふうに。いや、確実に犬王喜んでるでしょう。僕らがやったクゲも喜んでると思う。クゲはいい。そうかな、怒ってる可能性あるんじゃない。いやいや、天皇から喜んでるんで。そうですね、喜んでると、はい、間違いないと思う。そういう側面を見てもらえる。そうですね、語られたら嬉しいですよ、やっぱりみんなね。はい、といったところで、そろそろお時間でございます。はい、映画、改めまして映画犬王はですね、来週末5月28日土曜日にいよいよ全国公開を迎えます。東京、大阪、京都で初日舞台挨拶が開催されます。こちら5月28日土曜日は新宿バルト9にて、そして翌日29日日曜日は、梅田ブルクセブン T ジョイ京都にて、こちら湯浅監督、そして女王蜂のアブちゃん、森山未来さんが登壇されるということで、京都にもいらっしゃるんですね、岩佐監督。はい、またね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひ、舞台挨拶いただければと思います。21日土曜日朝10時からチケットピアにて一般発売されますので、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい。そして最後ですけれども、ヨーロッパ企画からのお知らせでございます。ヨーロッパ企画の次回生配信は来週月曜日5月23日、ですね。上田さん、ちょっと映画、時間映画第2弾の脚本は進んでいるのかということで、時間映画第2弾、
進めているんですけれども、脚本の進み具合を上田さんに聞きますということで、はい、出演は上田誠、山口純太、他というふうになっています。まだ発表してないですけど、本田さんもね、出てくださる。ああ、そうですか。本田さんも出るということで。はい、お願いいたします。はい、こちらも。進んでるんですか？それはまた、また次回。それはまた次回。はい。ではでは、本日どうもありがとうございました。たくさんのコメント、チャットの方にもありがとうございます。はい。というわけで、ありがとう。岩佐監督、本当にありがとうございました。遅い時間までどうもありがとうございました。皆さん、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。